おはようございます、今日の朝のコーヒーは時の魔法使い、ガテマラベースのブレンドであります。で、今日の、格言ですね。蒸らしではお湯の到達時間が重要となる。まあお湯の到達時間っていうのは何かというと、最初に、お湯を差し始めて、それが下まで到達するまでの時間というのなんですけど、そこら辺をまあざっくりと解説してみようかと思います。はい、とりあえずまず穴を掘りますね。まあ、松屋式の場合こうやって穴を掘るわけで、穴を掘った状態からまあお湯をこう刺していくわけですけど、刺して下まで到達したところから周りにお湯をかけ始めるわけですね。まずはポットを温めますね。もうほとんどもうだんだんと格言ではなくテクニックみたいになってきちゃいましたが、だんだん哲学じゃなくハウトゥー本になっているような感じがしますよね。まあとりあえず、解説だけちょっとやってみましょうかね。はい、お湯が用意できました。はい、それでは蒸らしに入ります。まず真ん中をお湯差しますね。で当然お湯は、下に染み込んでいくわけですけど、染み込みながら今度は上にこう膨らんでくるわけです。で膨らんできて、下まで到達した段階でこの濡れてるとこと乾いてるとこの境界部分にお湯差してだんだん広げていくわけですね。つまり、最初にこう湯をかけた時にお湯が、下まで染み込むまでの時間ですよね。じゃあその時間というのは何で、変化しているかというと、コーヒーが膨らんでくるか来ないかということが結構重要になるわけですね。はい、蒸らしに入ります。つまりですね、よいしょ、お湯が到達する時間っていうのはまあ簡単に言うと下まで染み込むっていうことは、染み込む抵抗になるのは何かというと、コーヒーの粉が膨らむという現象ですよね。膨らんでくるっていうことは、その分だけ下から上に、泡が持ち上がろうとするから、その分だけ、下に入り込もうとするのの抵抗になるですね。だから、そこの抵抗部分がどのぐらいかかるかっていうのを、何で考えてるかっていうと、その部分が抵抗がかかってくるっていうことは、この円を描くタイミングがずれるわけですよ。で、55秒。つまり、周りにかけるタイミングがずれるっていうことは、下まで染み込んだときに、下に落ちる時間が長いっていうことは、その分だけコーヒーの粉が膨らんでくるわけで、コーヒーの粉が膨らんでくるということは、今度は横へ流れる力もあるってことなんですよ。で横へ流れるということは、円を描くタイミングが、どちらかというと大きくなるわけですよ。なんせ横へ広がってるわけですからね。だからそこをまあある意味、
蒸らしの判断材料に、まあ僕の場合はしますよね。あ、このコーヒーは、ものすごく、ガスが多くて、蒸らしがしにくいなとか、このコーヒーはガスがないので、お湯が入り込みやすいから蒸らしは短くても大丈夫なんだろうなとか、そういうのの目安は何かというと、最初の蒸らしの1投目のお湯の、刺した時の、まあ、膨らみ方、お湯の到達するまでの時間とかなんかで、まあ、大体判断するっていうことになります。じゃあその膨らみ方の部分でいうと、この膨らむっていうのは当然お湯の温度でも変化するわけで、お湯の温度が高ければ高いほどこの膨らもうとする力は強いわけですよね。で、今実験してる電子レンジをかけるっていうのもやはり、到達する、なんつうんですかね、膨らむ力が強くなるんですよ。だから今電子レンジかけてる実験をやってるわけですけど、これってまあある意味、膨らむ力が強くて、このなんつうんですかね、こう普通にこう何もレンジかけないでやってるのとは全然違うわけですよね。ただこのレンジにかけた時の膨らみ方っていうのは、ただ単純な新鮮なコーヒーの粉の場合は、単純にガスがこう吹き出してきて、ガスが吹き出してくるということは、量が大量の炭酸ガスを持ってるわけで、その場合は蒸らしが時間かかるわけです。ところが、今やっている、レンジの場合は、このガスを強制的に吹き出させる感じになってて、蒸らしの時間を短くしても、コーヒーが立てれるという現象が起きてるわけですよね。その部分がまあある意味ちょっとレンジにかけるときとかけないときのまあ違いが出てくるんですけど、ただまあ蒸らしのときに一番最初に気にすること、まあ今はレンジにかける実験やってるからもう1分の蒸らしでいいやと思ってやってますけど、本来で何もない状態であのガスの膨らみ方を見たら、しっかり3分蒸らしてやろうかなというふうな気になっちゃいますよね。で今コーヒーを立てて、後半のお湯を差してるわけですけど、このひたひたがこうどちらかというと、上がりにくい状態、まあ簡単に言うとお湯の流れが早いですよね。だからこれはお湯の流れが早いなという状態になると、5分かからずにだいたいお湯が通ってくれる、つまり蒸らしがしっかり、効いた状態になるってことになるんですよね。でこれが起きるときっていうのは、まあレンジの場合だと、30度以上に到達してないとだいたいこういうふうにはならないんですよ。で今日4分26だから結構早いですよね。はい、薄めました。はい、今日は
時の魔法使い。結構酸味のあるコーヒーに仕上がったですね。で、余韻の方で甘みが出てくる感じですね、このコーヒーは。あ、いかん。今はまあ、抽出の時間が4分26って、まあ、普通よりも、まあ、2、30秒は早いですからね。ここは、ちょっと、あれですね。今日は、このお湯の通りがすごくいい感じになってましたね。このレンジが、うまくかかってる状態って結構、だいたいこの抽出時間がまあ5分切ってくるんですけど、この辺で言うとまあ結構、レンジが、効いてるような気がしましたね。はい、ということで、玉木の方の宣伝ですが、もう今芸者一本ですよ。芸者一本で宣伝しております。芸者の、死因とかなんかでも飴玉あげます。はい、飴玉。ホワイトデー、飴玉祭り。ホワイトデーは過ぎたけど、飴玉祭りやってます。緑川、うちの、近くにある緑川という川があるんですけど、そこの、とこの桜ももう少しで、開いてくるなあという感じになっております。よければ、二所に来たら、緑川、桜祭りと言っても、今年は何もやらないんでしょうね。まあ、ケータリングの車が来るぐらいでしょうかね。多分大きなイベントは多分今回はやらないと思います。いつもはね、コスプレイヤーの人たちが来たりとかいろいろありましたが、今年はどうなんですかね、わかんないです。とりあえず、今日はですね、村市ではお湯の到達時間が重要となる。まあこれがある意味到達するのが時間かかるときっていうのは、まあ鮮度がいいコーヒーだろうなと。で、ガスが多いわけで、蒸らしの時間をちょっと長めに取るのが、まあ、基本的には大事になるだろうなとか、そういうとこを判断することになると思います。はい、今日のコーヒーは、時の魔法使いでした。で、レンジの方を、説明し忘れましたね。今日は気温が16度。結構暖かいです。で、室温も 20.5。で、レンジ600ワットで20秒。庫内が 18.4。まあ、結構暖かい状態でしたね。で、豆温が 20.2 で、レンジかけて 31.4。ということで30度超えでしたね。はい、蒸らし時間は1分でやってみました。はい、それでは仕事に戻ります。